どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。研究員の皆さん、こんな感じの動画なんか久しぶりですね。今回は研究員の皆様へのご報告の動画となってます。タイトルの通りなんですが、モデルジャパンの日本大会に出場します。研究員の皆様にはご報告が遅くなって申し訳ございません。ちょっと僕なりにいろいろ整理をしていたので報告が遅くなってしまいました。今回は順を追ってきちんと説明させていただければと思います。興味ある人もない人も最後までぜひご視聴よろしくお願いします。まず僕が今回ね、参加するベストボディジャパンについて簡単に説明させてください。僕も前回のね、群馬大会で初めて出てたので、まあ、それでね、ようやく分かったことも結構たくさんあります。ベストボディジャパンはまず3つの部門に分かれてます。厳密には審査基準というのがそれぞれあると思うんですけど、ざっくりとね、筋肉のサイズによって分かれてるっていうイメージです。また男性と女性に分かれてます。ベストボディジャパンの男性部門、ベストボディジャパンの女性部門というような感じです。マッスルモデル&フィットネスモデル部門に関しては、女性がフィットネスモデル部門と部門が分かれてるみたいです。またベストボディジャパンとモデルジャパンというのは5つのクラスに分かれてます。年齢によって出場できるクラスが違うということですね。女性の方はちょっと割愛させていただきます。マッスル部門に関しては2つのクラスに分かれてるようです。所長が前回出場したのはモデルジャパンのマスターズクラスになります。モデルジャパンでは地方大会で5位以上の成績を収めた人は日本大会の出場権が与えられるんですね。ちなみにマッスル部門も5位以上。ただしベストボディジャパン部門に関してはトップ3の選手しか日本大会には進めないようです。まあ大きい括りでね、ベストボディジャパンという大会ですから、ベストボディジャパンのクラスがね、やっぱ一番メインになるんでしょうね。実際に参加人数も一番多いんじゃないかなと思います。所長はまだまだ筋肉量が足りないので、今回はモデルジャパンに参加したという感じですね。いつかベストボディジャパンにも挑戦してみたい気はあります。そのためにもね、プロテインたくさん飲みます。飲めばいいってもんでもないんでしょうけど、僕は前橋大会で4位だったので、今回は日本大会のね、出場権があるというわけです。このことはね、大会に参加する前から知っていたんですけど、その時はね、こう思ってました。トップ3に入れるような選手だったら日本大会を目指そうと。実際にね、前橋大会でお会いした研究員の方には、日本大会どうされるんですかっていうふうに質問も受けました。その時はね、本当にまだ考えられないなっていう気持ちと、まあ、減量がね、ようやく終わるなっていう気持ちでした。とはいえ、日本大会っていうのはね、もうすぐなんですよね。前橋大会の4週間後、11月13日の土曜日です。出場の応募の締め切り自体もですね、前橋大会の2、3日後までだったんですよね。大会が終わって自分の中でね、まあ、真剣にちょっと考えてみたんです。前橋大会で全てを出し切れたかなとか、まあそう言われると、出し切れたかどうかっていうのはちょっとまだ、正確にはね、こうはっきりと出し切れたとは言えないかなとは思っちゃいました。特にフリーポーズでのミスですね。足がちょっとこう滑ってっていうか、体重移動がうまくいかなかったのはね、本当に後悔したっていうか、本当に悔しかったんですよね。そして研究員の方の思い、特に一緒に前橋大会に出場して、その上でいただいた挑戦権です。おしゃれマッチョ研究所の所長として最後までね、挑戦しなければいけないんじゃないかなっていうふうにもやっぱり思いました。もともと僕はね、この40歳という区切りの年は挑戦の年にしようっていう風に決めてたんですね。年が明けたらすぐに僕は41歳になってしまいます。なので、日本大会ね、出ようかなとかいろいろ考えたり、ただね、日本大会の参加費はね、プロテインの何倍分かなと想像したり、日本大会の出場費はね、地方大会にだいぶ上がるんで、まあいろいろ考えた結果、40歳というこの年に日本大会に出場してみようと考えました。日本大会に出場するということは、名目上日本一を目指すということでもあります。僕は今までどんなことでもね、日本一を目指したことはありません。いつか誰かに40歳で日本一を目指したんだよって言えるように、自分自身に言った負けるな中年、これは今かなと思いました。前橋大会終わってからですね、動画制作のモチベーションが、まあ、ちょっと下がったというか、まあ、動画編集のね、ちょっと時間がなかなか取れなかったっていうのもあるんですけど、ちょっとね、こう単発的な動画ばっかりになってしまいました。大会が終わってからね、爆食動画だったりとか、あと食べ歩き動画っていうのをね、アップしたので、研究員の皆さんはね、所長の減量生活は終わったのかなと思った方もいるかもしれません。実際にはその2つの動画以外の時はほぼ減量食みたいな生活をしていました。あ、ラーメンもいっちゃいました。大会まで4週間しかなかったので、1週目はちょっと緩めの減量生活、そして残り3週間はしっかりとした減量生活、そんな感じにね、しようと思いました。あとね、一度ね、チートミールも挟みました。それが前回の動画だったと思います。その前回の動画っていうのがちょうど3週目の動画ですね。そしてね、残り2週間というところなんですが、もうほぼね、前回の大会当日の体重になってますし、コンディションもいい感じです。
相変わらずですね、減量が進むとね、ちょっと声が出にくくなるので、もしかしたらね、ちょっと声がいつもと違うなと感じる研究員の方もいるかもしれません。まあほぼね、前回と同じぐらいのコンディションですが、まあ残り2週間、まあ実際にはこの撮影している時からですね、残り10日なんですね。この10日間でもう1段階こうギアを上げてね、減量生活頑張っていこうかなと思ってます。というのも前回大会のですね、表彰の時にですね、審査員の方からいただいたアドバイスっていうのがこうでした。モデルで行かれるんですね。だとしたらもっと絞りを頑張るといいと思います。というふうにアドバイスをいただきました。つまりモデルジャパンというクラスっていうのはもっと絞りが見られる、まあ僕の体に対してかもしれませんが、もっと絞りを見られるんだなっていうふうにアドバイスをもらったんですよね。自分の中では前橋大会の時にね、こう絞れるだけ絞ったかなと思ったんですが、やっぱりね、こう審査員の方から見たらまだまだ甘いんだなっていうことも改めて分かりました。ですので11月の3日の日本大会当日までですね、減量生活さらに頑張っていこうかと思ってます。負けるな中年、お散歩おじさんはもう始まってます。研究員の皆さん、何度も何度も本当に申し訳ないんですが、また所長の応援をしていただけると本当に嬉しく思います。もちろん僕にとっては初めての日本大会です。レベルはめちゃくちゃ高いです。しかも今回はですね、ベストボディジャパンで過去最大の参加者らしいんですよね。つまり最大規模で盛り上がる大会となりそうです。まあそんな大会に出れることだけでもありがたいんですが、できるだけ精一杯ですね、自分のやれることを頑張ってから出し切ってやっていこうと思ってます。日本一を決める大会にね、入れることを想像しながら、日本大会のファイナリストに残れるようにはね、頑張っていきたいなと思ってます。ちなみに現段階の情報としては、所長と同じクラスのですね、出場選手はですね、37名となってます。ファイナリストで残れるのはたったの10人です。言い換えたらね、日本で10位以内ということにもなります。それだけでもすごいですよね。入賞は5位以上だそうです。所長がどこまでやれるのか、やりきれるのか、ぜひ見守ってください。同時にね、動画作成の方も頑張っていこうと思ってます。まあまだね、編集が追っついてないんですけどね。研究員の皆さん、最後までご視聴どうもありがとうございました。応援してくれる研究員の方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またね、コメントで応援してくれるとさらに励みになります。それでは引き続き減量生活頑張っていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに他者。ちなみに次回の動画はですね、ちょっと所長の趣味の動画を上げるつもりです。そちらはまたね、減量とは違う感じでお楽しみください。